ダニー・ハボックはアメリカ合衆国出身のプロレスラーである。コンバットゾーンレスリングやイワミッドサウスなどといった、いわゆるハードコア系のプロレス団体を主戦場として活動している。イワミッドサウスの興行の場にて、ダニー・ハボック、2008年コンバットゾーンレスリングの運営によるレスリングスクールでの訓練を経て、2005年、この年の CZW のトーナメントオブ。 デス選手権の場でプロとしてのデビューを行った。この年には力のマットに初参戦したほか、イワミッドサウスのデスマッチの祭典、キングオブザデスマッチ選手権にも出場。1回戦目でミスター・インサニティとディスファンクションに敗退したものの、ヘラウェア・アサシンとブランドン・プロフェットを相手に観客持参の狂気を用いた非選手権試合を行い、これを制している。 2006年に、早速トットへの本格参戦を果たし、1回戦目で、ジョン・ザン・ディグ・オヤブルも2回戦目で敗退。翌2007年のトットでは、1回戦目で、スコッティ・ボルテクズと当たり、早速蛍光灯やはしごや、木製の小屋を用いた、デスマッチを観光。はしごから小屋へのデスバレードライバーをボルテクズへと、見舞って、これを制し、2回戦目で、ドレイク・ヤンガーを相手に、 芝刈り機を使ったデスマッチを戦い、破れ去った。それからおおよそ2週間後にことどむへの2度目の出場を行い、ディスファンクションとの第1回戦で、ユーシティス戦かなあに置き換えられたリングでのデスマッチを戦い敗退。続けて、インサンレーンと組んだ上で、ローリンハード、ミッチペイジ組と、吹本ケンディレンジド組とのバトルロイヤル戦を制した。これは、 ミッチページの最後の試合でもあった。やがて9月になると CZW のマットで総数5名からなるバトルロイヤル戦を制し、同時に CZW のジュニアヘビー級王座を獲得。それからほどなくしてファストフォワードと題されたトットの番外大会に出場し、蛍光灯を使ったデスマッチにてダスティン・リーを撃破。続けて戦った第2回戦で、 ブレインダメージに破れ退いた。この年にはさらにイワイーストコーストのマスターズ・オブ・ペイン選手権大会に初出場し、第1回戦でガラスを用いたデスマッチをマットマン・ポンドと戦うも、そのまま破れ退いた。観客持参の狂気を用いたバトルロイヤル戦でネクロブッチャーとインセインレインを下して、イワミッドサウスデスマッチ王座を獲得。 そうして、幕を開けた2008年にあっては、ウエストサイド、エクストリームレスリングというドイツのプロレース団体の、マットに、初参戦。サムタック・ジャックとのデスマッチ戦を、幾度にも渡り重ねつつ、ドレイク・ヤンガーの保持下にあった、CZW のヘビー級王座のダッシュに挑戦するも、失敗。このヤンガーとの一戦は、観客持参の狂気を用いた、 デスマッチとなるはずであったが、地元の警察に咎められたことで、デスマッチ式の試合は実現せずに終わった。そして5月に、トットの第7大会が開幕。自身3度目の出場であった。この大会にあって、まずラムを下して、第1回戦を制すると、続けてニック・ゲージと組んだ上で、クレック・エクセレント、ピンキー・サンチェス組を撃破。そうして迎えた決勝戦は、 ニック・ゲージとドレイク・ヤンガーとスコッティ・ボルテクズとのバトルロイヤル戦で、やがてはこれを制し、ついにはこの大会、トーナメント・オブ・デスの覇者の座に君臨することとなった。その翌月にはコトドムへの参戦をも行った上で、ワックス・ボルテクズ・インセーン・レイン・ディレンジドと、画鋲や瓶外やガラスを用いたデスマッチ戦を勝ち抜き、有刺鉄線ロープ、蛍光灯でできた足場。 200本の蛍光灯をこうした衝動具を用いた決勝戦をデボン・ブーアと戦い破れ退りいた。引いては10月11日、ネクロ、ブッチャー、ドレーク・ヤンガー、ブレイン・ダメージこれらの面々とともに CZW ウルトラバイオレント・アンダーグラウンド、王座をかけたバトルロイヤル戦のリングに上がり、やがてネクロブッ、ところがこの王座の保持者であったヤンガーがこれを ハボックの手に渡したことから、数奇な形でこの王座、ウルトラバイオレントアンダーグラウンド王座の体感を成したのであった。そして、それからおおよそ1ヶ月後に、自身2度目のマスターズ・オブ・ペインへの出場を決行。剣山を用いたデスマッチでトビー・クラインを下して、第1回戦を制するも、そのまま進んだ準決勝戦で、伊藤隆二に敗れ去った。 前年、すなわち2008年から引き続きネクロブッチャーとの構想を展開することとなった2009年にあっては、すっかり常連となったコトドムとトッドそしてリワインドと題されたトッドの2度目の番外大会に出場。エルクビューアダム、ディスファンクション、サミ、キャラハン、サムタックジャック、そしてネクロブッチャー、こうした面々を相手にスータのデスマッチ戦を戦い抜いた。 やがて年も暮れゆく頃に、自身3度目のマスターズ・オブ・ペインへの参戦を行い、第1回戦で、サミキャラハンを破り去るも、その次の準決勝戦にあって、宮本・広志向きに破れ去った。2011年4月3日、第2本プロレス、札幌大会で、初来日。以降も数回来日している。2017年9月9日、CZW で行われた、 ダウンウィズ・ザ・シックネス大会において、タイ・アレックス・コロン戦で現役を引退。12年のキャリアに幕を下ろした。2019年、GCW にて復帰。2020年2月に来日。2020年、GCW より5月31日に死去したことが発表された。ダニー・ハボックは、本名で、アイオワ州のシリンダーという、小さな町の出身。マグナム東京。 田中正人、ネクロ、ブッチャー、もち重きそして特に、かさ純のファンである。少年時代に、本人と、ドレーク・ヤンガー、スコッティ・ボーテックスらが、アメリカで、社会問題となったバックヤードレスリングについて、取材を受けている映像が、ニュース番組で取り上げられたことがある。ありがとうございます。